ワールドサッカーウィニングイレブンスティック。フットボールファンの皆さん、こんばんは。フレンドリーマッチをお送りします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。ここで両チームの選手入場です。ブラジル対アルゼンチン、この勝負は見ものです。さあ、ではスターティングラインナップをご覧いただきましょう。まずはホームのブラジル、続いてアウェイのアルゼンチン、フォーメーションを見てみましょう。キックオフで試合がスタートしました。ついに始まりましたね。今日の試合、ブラジル 3-5-2 のフォーメーションで臨みます。アルゼンチン 3-4-3 のフォーメーションです。ここでインターセプト、前、ブラジル、ここはしっかりつながないと。ゆっくりとボールを回します。ボールは中央へ、激しい奪い合い、よくしのいだ、頭でつなぐ、右へ回す、あっと前に出した、オルテガ、右サイドを上がります、中に3番クリア。10分経過、ベーロン持って上がる、再び取り返す、前、左へパスを通します。ここはしっかりつながないと。インターセプト、サネッティ、パズ、うん、オフサイドです。今のオフサイドシーンをスローでご覧いただいています。ロキジュニオール、前に送ってセーフティーに行きました。ロボ上げた、左へパスを通します。前方へ、ロベルト・カルド、ブラジル、どう展開するのか。リバウド、前へ、バティストゥータ、エジミウソン、んっとインターセプト、パスが通ればチャンス、チャンスです。いきなり打ってきた、取れないが、しかし奪われた。ジューベウト・シウバ、センターに戻します。シメオネ、ここでクラウディオ・ロペス、うわっ、止めた、ところが深い、もっといいボール、これはディフェンダーに当たったか。ゼーロ、どういうボールを蹴るんでしょうか。入れさせません。クラウディオ・ロペス、前半残り5分です。
キリゴンザレス、ゆっ、おっと上に上げた、出た、さっきと同じようなボール、ヘッドでクリア、ロベルト・カルロス。さあゆっくり回します。手元の時計では残り時間がほとんどありません。中央を駆け上がります。ロナウジーン、しからず、しかしカット、まあここで笛です。前半終了。前半戦を振り返ってみましょう。まずはこのシーン、この試合初めてのチャンスはアルゼンチン。前半32分、ここまでの途中経過をお伝えします。得点は0対0、両チーム無得点。さてさあ後半戦が始まります。先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか。バティストゥータ、チャンスですね。激しい奪い合い、オルテガスライディング、ルシオ前方へ。後半5分経過しました。セーフティーなプレー、ジューベウト・シウバ、味方を探す、左へパスを通します。ここから打ってきたが、しかし外れてしまった。後半10分経過、頭で落として、デーロン前、バティストゥ、ゴールか、クラウディオ・ロペス、守りきった。これはコーナーキック、アルゼンチン左サイドからのコーナーキックです。追いついた、おっとセンタリング、ヘッド、クロスバーを直撃。ロナウジーノ、チャンスですね。ブラジル、ゆっくりとボールを回しますと、ここで前方へ、いいですね、押し込めが惜しくも外れました。シメオネ、小さく蹴り出す、サムエル前に送って、前方へ、クラウディオ・ロペス、速攻と、ここで折り返した。ちょっと狙いすぎたか。後半30分経過、前へショートパス、チャンスですね。ビバス前、後半35分をすでに過ぎました。ここでロベルト、ここで右へ、ここでカット、キリゴンザレス前にボールを送る、頭でエメルソン、これはオフサイド。ただいまのオフサイドシーン、今一度ご覧ください。ビバス前方にフィード、ロベルト・カルロス、ここはよくカットした。オルテガどうするのか、これはいけない。ヘッドで押し返す、これが通れば面白い。キューバ、あ、ここで笛です。延長戦に突入します。ここまでの流れを振り返りましょう。まずはこの画面から。この試合初めてのチャンスは、さらにチャンスが続きます。ではこれはいかがでしょう。後半10分、このプレー、続いてこのシーン。さあ中西さん、90分で延長戦前半キックオフです。もう一度9番、ビブ、よくしのいだ、ヘッドでつなぐ。さあここでバティストゥータ、ゆっくり回します、カット。延長戦が始まって5分が経過しました。クラウディオ・ロペス、外に、うわ、素晴らしい、これはすごい、不十分なクリア、ヘッドでつないで、デーロン、ズバッと打った、弾いた。
マルコス、これは素晴らしい反応でした。際どいコースだったのでヒヤッとしましたね。アルゼンチン、チャンス到来。入れさせません。頭でサビに入って、ここで放り込む、ヘッドでクリア。ルシオ、前へ。ロナウジーニ、前へ。いいですね。縦に出します。戻って受けます。ここから打ってきた。笛が鳴りました。延長戦前半終了です。両チームここも、さあいよいよ延長戦後半開始です。狙ってきた、フィスティング。ロベル、ここでインターセプト。頭でチャンス。エジミューソン、ゆっくりとボールを回します。前方へ。来た、弾いた。ブルゴス、これは素晴らしい反応でした。ブラジル、チャンス到来。ピッチの外にボールが出ました。クリア。ヘッドでつないで。ジューベウトシウバ、石田からの指示がいいんですかね。今日はポジショニングが非常にいいです。じっくりと足回し。ここで延長戦終了の笛です。決着は PK 戦にもつれ込みます。ブラジル1人目、9番、難なく決めました。アルゼンチン1人目、サビオラ、固くねじ込みました。ブラジル2人目、リバウド、ん、キーパーに弾かれた。アルゼンチン2人目、クラウディオ・ロペス、確実に入れました。アルゼンチンワンポイントリードです。慎重に決めました。アルゼンチン3人目、クレスポ、よし決まった。ブラジル4人目、カフー、落ち着いて決めました。ブラジル1点取り返しました。アルゼンチン4人目、ベーロン、弾かれた。ブラジル5人目、ロベルト・カルロス、難なく決めました。アルゼンチン5人目、サネッティ、固くねじ込みました。ブラジル6人目、エメルソン、確実に入れました。ブラジルワンポイントリードです。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ブラジル見事 PK 戦を制しました。今日の試合を振り返ります。まずはこの画面から。この試合初めてのチャンスはアルゼンチン、前半32分、後半10分、ここですよね。そしてこの場面です。大変残念ですがお別れの時間になりました。本日の解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。